オーストラリアやヨーロッパでプレーした今や直樹さんは海外での経験を生かした指導者として活躍の場を広げています。今や直樹31歳、オーストラリアやスイスなど海外のフットボールリーグで10年間プロとして活躍。現在はグローバルな選手の育成を目指し、小学生を対象にしたサッカースクールを主催。さらに2010年からは東京都社会人リーグ1部に所属する早稲田ユナイテッドの監督も兼任している。プロで目指したいっていう選手に関しては J でもしも無理だったとしても、オーストラリア行ったりとかドイツに行ったりとか違うところでチャレンジするのもありだと思いますし、そういう選手を育てたいのと、社会人とかに関してはそのプロ、海外でプロとかっていう気持ちはないかもしれないですけども、やっぱ20でも30でも35でもサッカー上手くなるんで、絶対に何歳でも関係ないので、そういうのをやっぱ伝えていきたい。10歳から父親の転勤でオーストラリアに移住した今やシドニーのクラブでフットボールを始める。学生時代はエバートンのケーヒルと同じリーグに所属していたという。ケーヒルに関してはユースの時にそんなに有名ではなかったので、10年前は全く無名の選手、全然最後の5分とか10分しか出てこなくて、やたらヘディングが強いなと。オーストラリアの高校を卒業した後、日本で J リーグ入りを目指したが契約には至らなかった。日本の J リーグの方がレベルが高いのでやりたいなと思ったんですけども、残念ながら入団できなかったので、戻ってオーストラリアでチャレンジして、で、そのままオーストラリアのトップリーグに入れることができたので、ここでやっぱ活躍して、そのヨーロッパとかをチャレンジしてみようかなと思って。オーストラリアで迎えたプロ1年目、リーグ優勝を果たし、ベストイレブンにも選ばれる。プロ5年目にはスイスのザマックスへ移籍、ウェファーカップに出場した。単純に本当嬉しかったですね。別にそこで僕のサッカー人生終わったわけじゃないですけども、全く無名ですからね。本当その年ウェファーカップに出てたのが6人日本にいたらしいですけども、高原選手だったりとか中田秀さんだったりとか、全員日本代表なんですよ。 もしくは元日本代表の選手ばっかり、そこに今やなわけがいるわけですけど、誰ですかね感じですからね、本当に。多分誰も知らなかったと思います。誰も知らないと思いますフィンランドのタイニオと、これフランスのセンターバックのボムソンですかね。海外挑戦で学んだこと。僕みたいにそのトップレベルじゃない選手っていうのは、やっぱ自分に合ったリーグを選ぶことをすごい大事なのかなと思うんで、日本がダメだったから、ヨーロッパがダメっていうわけでもないと思いますし、チャレンジしてみてよかったなと思いますし、そういうチャレンジャーがもっと出てきてもいいのかなと思います。さらに現地の習慣に馴染むことも大切だという。23ぐらいまで全く飲まなかったんですけどね、コーヒー最高ですからね。ヨーロッパの選手は試合前とか飲む人なんてエスプレッソ3杯飲みましたからね。とりあえず飲んでみようかなぐらいなノリで飲んだら、これうまいじゃん、ね、なんで俺23年間飲んでこなかったんだみたいな飲み方にはこだわりもできた。マージャンの時なんですよ僕もう。だからこうやって砂糖を入れて、で持っとくんです。それがまだちょっと美味しいみたいな苦い最後だけ甘いのみたいな2008年ドイツで現役生活を終えた今や18年ぶりに日本に帰国した。言葉とかの面ではちょっとずつ慣れてきたかなっていう気がしますけど、電車一本にしてもそのテクノロジー、そのスイカとかにしてもすごいなこれこんなに通れるのに。日本に帰ってきてそのバイト社会勉強 の一環として西麻布のダイニングバーでやってました。そして2010年サッカースクールを立ち上げる。24歳25歳ぐらいの時から現役終わったら、やっぱ自分が経験したことを日本の子供たちに
伝える場所とかスクールが欲しいなと思ったんで立ち上げました。海外で10年間のプロ生活を送った今や伝えたいのは自ら痛感した世界との差。圧倒的に違うのはファーストタッチで打とうとかファーストタッチでセンタリングを上げようとかファーストタッチ置くところだったりとか一個一個のボールコントロールパス技術そういうところにはすごい大事にしていますし一個一個大事にしていかないといけないと思ってます。ファイナル開けないファーストタッチでもうちょっとグッ素晴らしい簡単にそうそう。さらに子どもたちが将来活躍の場を広げられるように英語の指導も強化。週3日の練習のうち1日は英語だけで指導を行っている。そして練習後これから今1時間ぐらい約英語の教室英語のレッスンをやるんで教室に移動します。サッカー選手として海外行った時にやっぱ困らないようにコミュニケーション能力っていうのはすごい大事だと思うんで、まあ、その一つとしてやっぱ英語っていうのは一番その共通語に近い言葉だと思うんで必ずチームの中で本当に英語を喋れる選手だったり監督がいるのでそこでやっぱ何もできない日本語しかできないよりは最低限英語はできるっていうのはすごい大事なことだと思います。練習の中でサッカーをしながら覚えていければなと思ってます。ちゃんと英語やっていかないと、まあ、将来海外に行った時困るのでちゃんと勉強やってます。 Where do you want the ball? Where do you want the ball? Use your hands Use your hands To show To show What's the training card? What's the training card? 今やの思いはスクールの名前に込められている。TOC のタッチオブクラスっていう名前なんですけどもこのタッチオブクラスの意味はそのやっぱ一流の品格いろんな分野で活躍する選手が育てればいいと思いますしそれは別にサッカーじゃなくてもそれは世界一のシェフであろうが何でもいいんですけどもどの世界に行っても一番大事なのは人間的にやっぱ一番を目指すその一流の人間を目指すことが一番大事だと思うんでタッチオブクラスっていうのはそういう意味を持ってスクール名にしました。簡単にはいだ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 いやーいかるもうちょっと持ってこれない。このスクールでは日本とオーストラリアの子どもたちが触れ合う場として今谷さんが現役時代のチームメイトと連絡を取り合って年に1回オーストラリアで合同練習をしています。この合宿ではスクールの子どもたちが1人ずつ現地の家族の家にホームステイをするそうです。今谷さんは人間的にも大きく成長できる機会なのでこれからも続けていきたいと話していました。最後に現在